大社沖に浮かぶ白い船。今日から運航が始まった出雲市の大社漁港と日御碕地区の雨竜港を結ぶ遊覧船です。孤立に近い状態が続く日御碕地区の住民の新たな足となります。初便は介護サービスなどを受けている住民5人が乗船。家に一人でいるよりも困難してでも出て連れて出てくれる、とても嬉しく思ってます。地区を結ぶ唯一の道路が崩落した日御碕地区。仮設道路が先月29日に開通しましたが、救急車両やガスや灯油を運ぶなどの限られた車しか通行できません。このため、生鮮食品を運んだり、介護サービスを受けたりしたい人は迂回路を歩くしかなく、課題が残っていました。そこで出雲市は、遊覧船を使った定期船の運航を開始。初日の今日は、親戚に会いに行く人や、両親に日用品を届ける人などの姿がありました。食料品とか日用品とか、船なら直接行けるので。また、遊覧船らしくこんなおもてなしも。タオルに氷くるんだだけですけども、はい、少しでも体が冷えたらと思います。あ、桜さん、ありがとうございます。この定期船、日御碕地区の人や生活に必要なサービスを提供する事業者は無料ですが、観光目的の人なども有料で利用することができます。観光業というのも、もうやっぱり再開していかなきゃいけないと思いますので、そういったあらゆる方々にちょっと便利に使ってもらえればと思います。臨時の定期船は道路が復旧するまでの当面の間、毎週火曜日と金曜日に1日3往復運行されます。